こんにちは、ハイジーです。というわけで今日はですね、奥さんが仕事の帰りにくら寿司さんでバレンタイン限定のお寿司が売ってるのを見つけたから買ってきたよって言って渡してくれたので、ちょっと面白そうなので動画の中で食べてみようのコーナーでございます。くら寿司さんといえば、僕の記憶の中ではシャリの上にバナナを乗せて、その上からチョコレートソースをかけたチョコバナナ寿司っていうのを発表をしてまして、それが1000年に一度の衝撃って言われてたんですけど、今年のくら寿司さんのバレンタイン寿司どんな感じなのでしょうか。こちらでございます。まだ中身を見てないんですよ。一応用意はこういう感じでしております。醤油と醤油皿とお箸とフォークを準備して、この未知の寿司に応戦しようと構えております。ちなみに袋の上からこうやって形を見てみますと、結構巻き寿司くらいの感じででかいんですけど、重さはめちゃくちゃ軽いです。てん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 てでーん、おお、この角度から見ると巻き寿司ですね。パカこういう、なんかもう絶対に外部の空気が入んないような袋にバッチリ入ってまして、寿司でいうとこんなの見たことないっていう状態になってます。とりあえずお皿の上にこれです。これ匂いがね、香ってきましたが、甘いお菓子の匂い。多分ここシャリじゃなくてあられだね。でここに具が1,2,3とありますよね。全部海鮮的なものじゃなくて、多分お菓子巻いてあるのは多分本物の海苔ですね。海苔の代わりになるお菓子はなかったのかもしれないですね。いただきます。そっか、すっかり忘れてましたけど、これチョコレートなんだね。そういえばあられの部分がホワイトチョコでコーティングされてまして、チョコレート菓子としてすごく美味しい感じになっております。ただどうしても違和感があるのが海苔の風味ね。この海苔の風味があるんなら、全部しょっぱい感じで統一してくれたらすごく美味しいおかずになるのにっていう、すごいもどかしい気持ちにはなるよね。中に入ってます緑色のやつ、これをちょっと食べてみましょうか。抹茶のクッキーかもしれないね。ピンクのやつ、いちごのクッキーかな。茶色いやつ、食感違う。これはスタンダードな美味しいクッキーですね。あられも一粒食べてみましょうか。ホワイトチョココーティングのあられがめちゃくちゃうまいの。でこれらを全部合わせて食べますと、海苔が邪魔だね。せっかくこんなに中身美味しいお菓子が詰まってんのに、ちょうど海苔がこの剥がれた状態の部分があるから、ここだけ食べてみますよ。抜群だよ、抜群にうめえお菓子だよこれ。くら寿司さんのメニューだから、どうしても海苔で巻いてお寿司っていうパッケージにして売んなきゃしょうがないもんね。だからこれどう考えてもただのお菓子なのに、海苔を巻くことによってギリギリお寿司にしてるっていう、ギリチョコなのかもしれないね。もしかしたらっていう可能性も信じて、一応醤油につける食べ方もちょっと試してみましょうかね。ちょんちょんと、しょっぱいのと甘いのの強さが五分五分になったんですけど、結局は別にそれもすげえうまいかって言われたらそうでもないから、海苔を全部剥がしてお菓子だけで食べるのが美味しいのではないかと思われます。ただ海苔の存在意義としましては、チョコを持っても手がベタベタになんない。まあ今回の動画はもうこれで食べて、このくらいの感想で終わっていく感じになります。別に特にオチがあるとかそういうわけでもないです。だってさ、バレンタインの今回動画じゃん。バレンタインっていうのは全ての男子にとっていつでもオチつかないものなんです。